先に4勝した方が勝ちでしょ。柔道みたいな。オリンピック大好き。ね、なんか毎日のように見て、なんかさ、やってたらさ、見たくなっちゃうんだよね、オリンピック。やってるからさ、あ、見ようって。え、バレーっていつあるの？なんか全然把握はしてないんだけどさ、いつあるか。とりあえず、今やってるやつをいつも見てる。あ、すごい。ああ。今、ゴールデンスか。今日ね、すごかった。準々決勝。最初ね。6人選手出るんだけど、その6人中5人がね、金メダリスト。金取った人で。メダル。でもね、最初の2人、あっ、フランスに1本取られちゃった。2-0。そう、最初ね2敗だったのにね、そっからね、あの4連勝練習してね、日本が勝ったの、逆転して準々決勝負けちゃった。でもこっから勝てばいいすごかった、さっき。ちょっとどうする ね昨日さ、ドラマ見ようと思ってたらさ、忘れてたんだけど、漂着者だっけ、昨日あったの、昨日の11時15分からなのに忘れてて、普通に。あれ午前中だったっけ、全然覚えてないよ。でもそれから見てた。あ、このあと女子バレーあんの、日韓戦。あ、韓国と、あ、見よう見よう。すごい、この相手の人髪がさ、国旗の色だ今柔道の相手、ロシアの方、髪の毛の色。ちょっとどこにあるわ、テロップやってた。ね、柔道見てる今。第3試合勝ってほしいな。ん、ロボンするね。でも今日何回かやってた、時間あるとき。メッセージ書いてわ。わあ、強いね相手。ちょっと待って。今日は顔文字はこれ。 OK、 書いた。どうしよう。柔道ここやったっけな、ここやったっけ。あ、でもやったの、いや、やったっけ覚えてない。高校、え、中学でやったイメージ、やった記憶はめちゃめちゃある。僕はあんましてないかも。したっけな、覚えてない。ご飯も食べた。なんかお昼、なんかね、お昼はかあんまなくて、もう買ってなくて、お昼茶蒸し持ってて、茶蒸し食べて、でなかったから、そう買いに行こうと思って。でも買いに、早く、もっと早く買いに行くつもりがさ、遅くなっちゃって、そう、なんかなんか中間ぐらいの時間に食べちゃったから、お昼と夜のお腹空いてないんだよね。サラダとおにぎりとチキン、コンビニの食べた。ルアーも一応買っといたんだけどさ、買っ
とこうと思って。お腹空かないからいいわ。スタバ行ってないよ。スタバは何日か前に、1週間ぐらい前、23日に行った。東京のやつ飲んだ、美味しかった。ねえ13ある、やばい。いや、サラダチキンじゃない、レジ横のチキン。うん、ねえ、うそ、ドロースリー、ねえ、ドロースリーに6枚来たのに、あと1枚だったのにさ、13、2枚だし今、やばい、勝てない。勝てない、これは。めっちゃ、ドボンされちゃった、しかもめっちゃ泣いてるスタンプを押した。悲しい。そんなドロスリーに甘えくるなんて。あとでだから昨日さ見ようと思ってて忘れてたから、予着者だっけ、ドラマ見る、あとで見る。普通に忘れてた。で、今日起きて、やば、昨日見忘れたと思って急いで TVer 見て確認したら TVer にあったから TVer で見る。スタンプ見える、あれドボンされた後も見えるのだから多分見えてる。あと1枚じゃん、私くれるかな。うわ上がられちゃいそう。あ、でもあと1枚、 OKOK いい感じ。色変わんないかな、変わんないなー。あ、オッケーオッケー、13引いたけど、OK、出せるカードだった。お、日本の方が1本取ってる。うわ、なかなか上がれない。すごい、2対1髪の毛はドボンできないかな。あと1枚、なかなか。お、上がれたんじゃない？あ、え、ドボンされた、嘘、上がったのに。上がったのに。今回のイベント中はライブのためなく今ね、あ、そうなの、あ、でもそうだよね、でもそうだよね、そうだよね、立ち位置とかに反映されるよね、そりゃ。なのでちょっと16位内目指したいです。まだ入ってないのでちょっと16位内を目指したいです。まずはね、16位内、16位内入ったらもっと順位上げれるように頑張りたいけど、まずは16位に入ること、ライブに出たい、とりあえず。お、次日本、また金メダルの選手だ。え、勝ってほしいな、この試合。したら勝ったら同点になる、同点ってか2勝2勝で。本当階級が違うのか、100キロ中級と100キロ級、100キロ級、そっか。じゃあ、どうなるんだろうね。でも勝ってほしい。今だって2週2
相手が2勝で日本が1勝しかしてないのね。上がられそう。あ、上がんなかった。もうね、自分の番が来るたびにさ、このブーってバイブ音が鳴る。気づかないから、そうじゃないと。大きいね、相手の背高。あ、なんか違う人だと思わされてた。買ってほしい。これ勝ったら金なんだよ、日本決勝だから。そんなしん、なんかね、最初から書いてなかったらずっとこうなんか消すこともできるけど、最初の設定から書いてないとこうなる。4勝したら相手がね、終わりな。どっちかが4勝したらそう。今1勝と、日本1勝で相手2勝だから。え、なんかカード増えてるんだけど。え、4枚増えたっぽい。今10度。うわー、ドボンされちゃう。ドボンされた。相手の選手がすごい、体格がやっぱ階級が違うからすごい。なんか このあとなんかバレーあるらしいからバレー見る。さっき言ってたファンの方が、あ、うん、この普通にこのままあるのか。土曜プレミア波動さん側の奇跡。私だ。バレー見よう。記者たまに先生には聞くか。勝ってほしい。勝てば決勝トーナメントに行けるってことだよね。まあ日本が今指導2つが、あと1回指導されちゃったら負けちゃう。全然指導とか知らなかったけど、そのオリンピックのやつ見てて知った。そう、3回ダメって言ってた解説の人が解説の人が言ってて知った。あ、そうなんだと思って。あー、カード出せない。あ、やば、13引いちゃった。出せた。13。と、あー、でも持ってないな絶対このカード。誰かドボンできるカード。ドロー2された。嘘、この場面で。これですか。どうできるかな。あ、ドボン。ドボンできた。そう、なんか上がり率、上がり率だっけ、ドボンの。それもあるよね、メンバーのやつで。
メンバーのドボン神セブン、ドボン勝率、そう、そういうのもあるからちょっとドボン、ドボンしたい、たくさん16位内にも入りたいけど、これにも入りたい、そういうなんかメンバーのスキップした回数とかさ、トロ2、トロ3の回数とかもあるから、今29、29からなかなか上がんないんだけど、みんなすごすぎない、入ってる 人たち上位に、めっちゃカードいい今、最高今、おドボン早っドボンできた、ゴールデンスか、え、みんな何パーセントぐらいなんだろうね、その上位の人たち、メンバーのこの間発表されてたじゃん、今の段階でのやつ、その配信があった時の、何パーセントぐらいの勝率、知らないんだよね、わかんないんだから、勝ってほしいな日本、うわ、13聞いちゃった13出したい、うん、出せるじゃん、出した、あ、上がられちゃう、あ、上がられた、8で上がられた、なかなか上がんないんだよね、結構前から 29% なかなか上がんない、私のカードだよね、名前が見えないけど、多分私のカード一応申請としてくれてる方がいる、わかんなかった、でも13ある、あ、オッケー、出せる、出せた、出せた、うわ、負けちゃった、負けちゃってた、気づいたら、やばい、やばい、分かりました、ね、あと1回負けたら、終わり、4勝した方が、先に4勝した方の勝ちだから、お前来ちゃうとやばい、これで メダルは取れるけど、でも金取ってほしい、うん、めっちゃスキップしてくれるめっちゃ私に順番回してくれる、あー、ですね、あー、飛んできなくなっちゃった
もうこの角なさそう。誰かが、ああリバース、上がられちゃったバレーボールはこの柔道の後何時からだっけなあ、すごい今って、あでも19時50分から日本対韓国のはありますね。絶対見なきゃ、これ見たらドラマ見よう。これ見たらドラマ。そう、この柔道の後にバレーボールか。うん、勝ってほしいな。あでも相手銀で日本がどうなのか、でも勝ってほしいそう、女子バレーボールこの後あるのね。男子じゃない、女子。あギリギリもドボンできないのか。あ、フランスが、優勢今技にって取っちゃった。できないかな。うん、あ、え、まあ、なんだ。うん。いや、まだできる。できないかな。おっ、ドボン。ドボンできた。あーでもまだ日本はわざとってないのか。見ちゃう動画しながら。あ1分切っちゃったと。このまま1分経てば、あともう35手は相手の勝ちになっちゃう。あドボン、ドボンできると思ってなかった全然気づいてなかった。相手に指導、いやでも大丈夫だな、振ってほしい。いや今ちょっとこれ終わったら、あめっちゃ相手喜んでるな早い。あ負けちゃった。日本銀メダルだ。うん、残
お、すごい、金2、すごい。このあと50分から7分、あと30分後くらいか、あと20分か。バレー始まる、見なきゃバレーも。強かったロシア、ロシアだっけ、わかんないや。え、待って、13人もあるんだけど。フランスかロシアが飛んだ、フランスだ。だね、めっちゃ喜んでるの見て、日本一列で並んで待ってるのにかわいい、めっちゃ喜んでた。あー、13出したいのに。13出せない出したいのにな。あらえた、あらえちゃった。強かったね。お、ファンの人いる。うん、13出せた。あと、でもドボン返し狙おうかな。ドボン返し狙ってたのに、先に違うことがドボン返しちゃった今5と3と8があってね、回ってきたら次8出してドボン返し狙おうと思ったらさ、先に違う人がドボン返しちゃった。早いよ。ファンの方いる。後藤さん？後藤さん？何？後藤さんって分かんない。ちょ、バレー楽しみ。うわ、13引いちゃった。13が出したい。あ、あの方が上がった。コイン溜まってないかな、そろそろ。いや、もうちょいだよ。3741、もうちょっと溜まったらガチャする。見て、納豆のさん買っちゃった納豆、なんかお寿司屋さんに行ったらさ、大体食べちゃうんだよね、こういう軍艦あるじゃん。なんか納豆のやつ美味しいから、なんか食べたくて。でもなんか買おうと思った時にその店、お店、コンビニとかさなくってさ、今日食べたいなって思っていて、あったから買った。納豆、あ、チオシアチョ前のやつでしょ。前のやつやったよ。
なんと、なんともう一個買ったの、ゴーゴーカレーピラフ。でもこれ温めなきゃいけないんだよ。温めなくても多分いいけど、温めてさらに美味しくって書いてあるから温めたい。あ、どうされちゃう、どうされちゃった、悲しい。温める、美味しそうじゃないこれ。あ、でもお腹空いてないから今食べないけど、なんかさ、その時さ、めちゃめちゃさ、これ買った時彼が食べたかったのか知らないんだけどさ、これカレーじゃん、カレーピラフだから、見てよ、カレーなんちゃんだ、やったん。そう、これこう買いたかったんだけどね、そう、なんかなかなか出会えなくて、カナオにやっと買った。うん、どっちかを出せれば大きい数字ドボンできるんだけど、あー、ドボンしたいんだ、あー、ダメだ、もうできないな、あと2枚だけ、上がられそう。ピョンちゃんからドロー2されちゃった。え、でもこれで、あと、あ、ピョンちゃんあと1枚だ、やばい、上がられちゃう。ピョンちゃんドロー3されちゃった。あ、ドロー3、私もドロー3された。13がある、やばいやばい、出せた出せた、13。うん、あ、やばい、ピンちゃんがあと1枚、あ、でもみんななかなか上がれないわ、みんなあと1枚じゃなくなった、ピンちゃん、あ、一周して、一周、岩は、あの、なんだっけ、山札全部なくなった。あ、ぴょんちゃんがドボンされちゃった。ぴょんちゃんがドボンされた。上がれなかった、ぴょんちゃんがドボンされた。え、ぴょんちゃんのハピネスもらったんだけど、ハルピアンのハピネス初めてじゃないもらえたの。うん、ハピネス自分のとぴょんちゃんのしかない。初めてもらった。嬉しい、これもうね、これちゃんと写真撮った、もうだからいつでも食べれる、今食べないけど、もうちょっとお腹空いてないからあれだけど、美味しそう、チョコラングドシャ食べたことない、このチョコラングドシャ、プチあんま食べたことないんだよね、久しぶりに買った、かわいい、鼻をかわいいでしょ。で、このクモもさ、このクモちゃん、カナオの格好してるのがかわいい。あ、自分だ。やばい、なんか13持ってて、でも出せたわ、よかった。あとね、なんかお菓子いっぱい買っちゃったんだよね。でもなんか食べたのもあるんですけど、ぬるおかきはもう買って食べた。ぬるおかきも買って、ぬるおかき好きなの。買って食べた。うん、出せない。上がられちゃう、あ、上がられちゃった。あとはイカ、甘辛イカ足、美味しそうじゃない？
何個か入ってるのかな。初めてなんか食べるとかじ買った、おつまみセレクションこういうなんかこういう系のお菓子が大好きなの。なんかぬれおかきとかも好きだし、なんかあのスルメとかなんだろうね、あとなんかわかめみたいな、わかめかな昆布かな、なんかあるじゃん、そういうのも好き。あと貝ひも大好きだね美味しい、なんかこういうの好き、おつまみ系のお菓子大好き。そうなんかもうみんな好きで、兄弟とかこういうの、あとイカの姿くらいかな、なんかそのあるじゃん、あれも好き、ああいうのも好き。スルメとか家にあったらすぐなくなっちゃうそうおつまみ系のやつがマジで好きあとは美味しそうだったから買ってみた、ガリバタ、またガーリック美味しそうと思って、な何種類買って、あとなんかサーモンのやつが美味しそうだなと思ったんだけど、でもなんかあんまおかん想像がつかなかったから、味おいなんかサーモンだから好きかなと思ったけど、こっちのがなんか好きだろうなと思ったからこっち買っちゃった。コンビニではさ見たことなくてさ、コンビニじゃないとこで買ったのね。そしたらコンビニより安いし買っちゃえと思って買っちゃった。じゃあ行こう、絶対美味しいよねこれ。昨日食べるか迷ったけどね、買わなかったじゃない、食べなかったんだ昨日はぬれおかき食べた。お、始まる、もうちょっと始まるね、バレ絶対美味しいよねこれ。なんか買ったお菓子が全部美味しそうだもん、これも美味しそう、え絶対美味しいじゃんこれ、美味しくないわけないじゃん。このスルメ好きでしょ、で私好きだからね、甘辛でしょ、え絶対美味しいと思って買ったあやばい私の番だっためっちゃぼーっとしてた。あとこれも、これは完全にパケ買い、パッケージが好みだったから買った。これも美味しそうだった。昔はあとあれが残ってるかな、なんだっけ、メントス前買ったやつ、あとあれだ、そうだ昨日はあれも買った、マロッシュ、なんかマロッシュっていうお菓子があってそれが好きで買った。それのグレープソーダ味がめちゃめちゃ美味しくて、わかる？マロッシュ、それ美味しくてね買った。好きなんですよマロッシュ。最近ちょっと前に出たお菓子、マシュマロ、そうマシュマロみたいなやつ、マロッシュ、カードが上がれるかな、嘘、あ、びっくりした、よかった、ドロスリー2枚続けてくるかと思った、ちょっと焦ったそう、それのグレープソーダが美味しい、マロッシュ。あ、ドボンされちゃった、レモネードだっけ、レモンスカッシュかな、なんかそんな黄色いやつパッケージ買って、黄色と紫で、紫がグレープでね、黄色がレモンなんだけど、レモンも美味しいんだけど私はぶどうの方が好き、グレープソーダ。私何分から収録してたっけな、ちょっと待って確認しよう、
全然何も考えてなかった。私はどこいる。見当たらないな。あ、いた。18時58分。あら、もうちょっとで1時間なの？意外とやっててびっくりした。俺そんなやってたっけ？そんなやってたっけ？全然気づかなかった。1時間ぐらいしちゃうか、じゃあ。55分になったらランキング見ますね。そんなやってたんだ。全然気づかなかったわ。もうちょっとでバリ始まっちゃう。え、もう今始まってる？今始まってるじゃん。50分からだったのに。始まってるじゃん。でも今11。気づかなかった。始まってた。終わってた。見ながらしよう。50分からって書いてたのにさ、番組表に。だってまだ番組表では柔道やってる時間が始まっちゃってる。お、あー惜しい。ブロックでブロックアウトしちゃった。間に入っちゃった。そっち何時？どういうこと？そっち？え、みんなと同じ時間だよ。お、日本が1点リードしてる。宿命のライバルだって。韓国勝ってほしいな。あ、あら、なんか違う人がどうもされてた。サッカー、サッカー？待って、でもバレーみたい。バレーは絶対見なきゃ。あー、ブロックできたのに。あと、ブロックあった。勝てば決勝トーナメント新生王手。勝ってほしいな。今いいじゃん、めっちゃカードいいじゃん。大きい数字が1枚もない、最高。まだドボンはできないけど、いい感じ。え、嘘、早っ。え、ドボンされちゃった。早いよ。まだそんな何周もしてないのに8でドボンされた。早っ。相手の人も数字が良かったんだ。うわあ、ブロックされちゃった。フェイントして、フェイントしたら日本がね、フェイントがちょっとトスが流れちゃったんだ。読まれちゃった。韓国にフェイントするのが。うん、ファンの方いる。いや、これでうわ、もう気づけば6対3になってるんだけど。3点差でも、まだ3点差だから、いけるいける。うわ、ドロスリー。あー、めっちゃブロックされちゃう。ブロックされちゃう。そのブロックカバーでさ、前に詰めてるからさ、後ろに行っちゃうと取れない。難しいね。7対3が負けてる。お、あー、
めっちゃ良かったのに取られちゃった。ナイス、すごいリベラの人。めっちゃオーバーカット綺麗だった。すごい、すごい、さっきのバックアタックズのボール乱れてたのに。お、え？レッドタッチ？わかんない。音声が、音声がないからわかんないけど。わかんない。相手の点だったわ。日本が点取ったと思ったら相手だった。勝ってほしい。今8対3負けてる。え、めっちゃカードいいじゃん今。まだドボンはできないけど、すぐドボンできる数字じゃないけど、めっちゃいい、今いい。あります。あー、点取られちゃった、やばい。先にくたけたになるのやだな、相手が。チャレンジ、チャレンジやってる。ん、違うか、分かんないや、ちょっと音声が音声あ、間違った、違うの押しちゃった。間違ってスペード違うのに間違えちゃった。ハートにするつもりだったんだけど、あーでも OKOKOK、 一個前の人が8出して変えてくれた、出せるやつに。あと1枚。うん、5点差。うん、上がると上がれた。5点差勝ったしな。あ、お、ブレイク。男子バレーもさ、この間見てたんだけどさ、男子バレーはさ、すごいさ、あ、サーブ見せちゃった。あの、すごいなんか打てる人、スパイカーがほぼみんな飛んでたのね。だからどこにそう来るか分かんないから、ブロックがさ、見てからじゃないと止めないみたいな。でも女子バレーは違う、みんな飛んでない。え、でもそれでもすごい点取るの。オートじゃダメだよ、楽しくないもん、やんなきゃ自分が。あー、ブロック、ブロックか、あ、ブロックされちゃう、つらいね。3回連続で打つのつらい。4回、すごい、エースの人、レフトの人、めっちゃみんなそっちにボール集めてく。エースかも、あ、エースだ。180cm、高っ。あと1枚、
ね、あでも色が、あドロツ、うん、あすごい繋いでる、すごい、さっきのファインプレー、あ違う人だと思わせちゃった。いや時間合わせはしてないです、時間合わせしてない、あ今3点差じゃん、いけるいける3点差なら、あすごいナイスジャッジ、なんと、あタイムアウト違う、チャレンジだ、チャレンジだと思った、監督なんてところ、あ、ファンの方いる、うん、あ、さっきのアウト、うん、何、あ、触ってる触ってるわ、タッチアウトだ、チャレンジ成功だ、タッチアウト、触ってたブロックが、残念、あ、オールド、あ、オールド、おお、すごい、さっきのめっちゃ多分サーブ早かった、あと、うん、強いね。また5点差だ。戻っちゃった。でも3セット、3セット取ればいい。3セットだから1セット落としてもまだ大丈夫。あ、当たってるじゃん。タッチアウト、チャレンジ、日本のチャレンジ成功、日本もチャレンジ成功してる、触ったかどうかって話、いやめっちゃ難しいと思う、そのラインズマンっていうのユニいるんだけど隅にさ、ちょっと遠いからさそこまで見えないしさ、主審もさこう主審側だったら見えるけど反対側のさ奥の方だったら見えないから難しいよね、一瞬だしフ映像で見てても全く分かんないからさ、アウトかって、すごいブレイク、あ点数見えなかった、一瞬すぎて一瞬で消えちゃった、今出たけど、さっきラインズも2人ともアウトってやってたから初心もアウトと思った、触ってた、54分あと1回だけしてランキングも始まった瞬間に55分になりそう、今流れててる曲、今流れてる曲オリンピックのこれバレーで、なんだろう分かんない無音でやって聞いてる？見てるから分かんない、何流れてたんだろう、あ始まったじゃん、9対11、え2点差じゃん、いける、あ、あ上がった、えタッチ してないの、したかと思った、あ触ってないのか、え違う、これ日本だ、アウトになっちゃった、ワンタッチは旗の先、いや振らないワンタッチは旗の先、旗の先を振る、え指さしてこうやって振るのはあのアンテナに当たった時、ワンタッチはこう棒、ラインズマンのその黄色い旗の棒があってそこにこうやって
思ってて、こうなんかティーみたいな作る。主審はこう、どこ今バレーボール見てます。あ、惜しい。今のめちゃめちゃ惜しい。さっきのギリギリ届かなかった。てか、ブロックに当たったから軌道が変わっちゃって、難しいね。あ、上がれた。面白いバレー見るの楽しい。あ、お、すごい、バックアタック。さすがにやってたからね。ラインズマン最近はやんないけどさ、試合とか練習試合とか小中とか部活でやってたから。ラインズマンね、大変。しかも3セットもあるから大変。私たちの時は小中学生は2セット取れば2セット選手、2-2で、2-2じゃないわ、1-1でセットを取れば3セット目は15点で、短いじゃん15点だから3セットあったとしても大変だった。すごっ、192センチ。やば。192。すご。なかなか逆転できないね。今3点差。ああ。落ちちゃった。昨日も ババちゃんのキーホルダー持ってないけど、ババちゃんの練習着、長袖のと靴下を持ってる。バレーの。でも長袖あんま着ないんだよね、暑いから。冬さ、寒いから長袖着るけど、長袖着ちゃうと肘サポしたらさ、ずれちゃうからさ、服の上から。だから長袖も着ない。冬でも基本半袖、どうせ暑くなっちゃうし、動いたら汗かいて。すごい、3点差。やばい、ランキング読むって言ってんの全然読まないじゃん。たかちゃんの倍くらい。倍は3メートルだから 152.3? 私2152だっけ、忘れちゃった。最近上がってないから分かんないけど、最後に上がったのね。上がったの何年前、 3年前とか。だから分かんないけど3年前。お、すごい。あ、でもまだ3点か。日本が取ってまた韓国が取ってって感じだ。13位からちょ読むね。さすがにランキングずっと見てた。じゃあ13位から読んでいきます。13位、ピンクカメオさん、ありがとうございます。12位、サンタさん、ありがとうございます。11位トッシー、ベビースターマンさん、ありがとうございます。10位アイリさん、ありがとうございます。9位カズさん、ありがとうございます。8位、おお、8位、すごいな。
なんて読みますか。読めないよこれ。難しい。わかる人いるかな。あ、チーの方。読めない。これ出てくるかな。ちょっと待って。難しいな。教えて。8位の方、読み方。やばい、四点差になってる。日本と。やばい、見ちゃう。どこだっけ、あれするやつ、読み方のやつ、ちょっと待って。これか。ちょっと待って、読み方調べるか。あれ？これどうやって使うんだ？なんかカメラでもさできるって聞いたんだけど。ちょっと待って。あれ？この間みつおちゃんがね、その翻訳、Google 翻訳でカメラでも見れるって書いてたね、言ってたからやろうとしたんだけど、わかんないやり方が。カメラ入力、カメラ入力ってどうするんだ。ないぞそんなの。わかんないわ。あ、みゆちゃんのファンの方、この方。マジでわかんない、読めない。待ったっけな。ないな、私入れてないな。わかんない、ごめんなさい、8位の方、読み方が全くわかんない、すいません。ちょっと Google 翻訳のカメラ、ちょっとカメラの使い方を習得しておきます、今度。ごめんなさい、8位の方ありがとうございます。読めなくてごめんね、名前。7位、プッチーニさん、ありがとうございます。6位、まぼろしさん、ありがとうございます。5位、ラックラックさん、ありがとうございます。4位、香港の春馬、アットマーク、京川しさん、ありがとうございます。3位、としのりさん、ありがとうございます。2位、WY、アットマーク、影の守護神、エンジェルズ星さん、ありがとうございます。そして1位が、ヤイクさん、ありがとうございます。ありがとう。あ、やばい、また3点差になってる。日本、配信もらったら音つけてみます。あ、でも2本取った点、なんて言うんだ、まあ、2点差。あれだね、韓国が20点いく前に日本が行きたいよね。20点、20点いったら大きいから、20点先に取るの。あー、惜しい、取れなかった。そろそろ終わりたいと思います。久しぶりの、結構気づいたら長く配信してたんだけど。気づいたら。じゃあそろそろ終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバイ、おやすみなさい。オリンピック見ます、バレー見ます。おやすみ、バイバイ。あとドラマも見なきゃ、私終わったらこれ。バイバイ、おやすみ。